平面、ガイオーズワット・ラーチャブーラナは、タイのアユタヤに位置するアユタヤ歴史公園にある仏教寺院である。寺院中央の東堂は、市内でも有数なものである。アユタヤの島の区域に位置するワット・ラーチャブーラナは、ワット・マハータートのすぐ北にある。ワット・ラーチャブーラナは、1424年に、アユタヤ王朝の王、サームプラヤーにより創設され、父ナカリンタラーティラートの王位継承による決闘で、死に至った二人の兄弟の火葬場所に構築された。1957年、寺院の地下聖堂からは、多数の仏像や金工芸品が略奪された。窃盗犯は後に捕らえられたが、宝物はわずかしか戻らなかった。回収されたいくつかは、今日、近くのチャオサームプラヤー国立博物館に収蔵されている。その後の地下聖堂の発掘では、より多くの貴重な仏像が発見された。東堂の装飾寺院中央の東堂は、修復を経て、例えばナーガの上に降り立つガルーダなど、当初の化粧漆喰の作品が見られる。その他神話上の生物と同じくハスも描写されている。4基のスリランカ式の仏塔がその中央東堂を囲んでいる。急勾配の階段で到達可能な東堂の地下聖堂には退色したフレスコ画がある。これらは早期アユタヤ時代からのものなど貴重ないくつかがある。現在、チャオサームプラヤー博物館に収蔵される地下聖堂の仏像はクメールとスコータイの双方の影響を示している。ありがとうございます。